1月23日、松山市役所で交通安全研修大会が行われました。これは交通安全啓発に必要な新たな知識を習得し、交通安全の意識を高めることを目的に開かれているものです。この日は交通事故犠牲者に黙祷を行った後、松山市交通安全推進協議会会長の野志勝人松山市長と松山西警察署渡辺誠二署長が挨拶を行いました。皆様方には松山市交通安全指導にあたりまして、リーダーとしてご尽力いただいておりますことにお礼を申し上げます。また弊社から警察行政各班にわたりましてご尽力ご協力いただいておりますことに改めてお礼を申し上げます。本日の研修大会で勉強をしていただいて、その研修をまた皆さんに広げていただいて、明るい安全な交通事故のない松山市、まして愛媛県、全国で一人でも悲しい思いをすることがないようにですね、ご協力をお願いいたしまして、簡単でございますけれども、私の挨拶で返させていただきます。研修会の第1部では、家庭での交通安全教育の大切さを伝えるための DVD 上映や、松山市交通指導員堀江地区石丸譲会長による事例の発表が行われました。それで抜け道として小学校や幼稚園のいろんなとこから抜けてきます。第2部では、独立行政法人自動車事故対策機構、通称ナスバ愛媛支所の村田和也さんが、ナスバの自動車事故被害者支援についてと題した講演を行いました。この研修会には、松山市交通指導員と松山市交通安全母の会会員およそ220人が参加しました。参加者はメモを取るなど熱心に聞き入っていました。交通安全について私たちも日々意識を高めていきたいですね。